はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップやっていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ、来い。相手が見つかりましたね。行きましょう。さて、お、ビブラニウム鉱山、これはね、邪魔だね。真ん中あり。これね、ビブラニウム鉱石自体は、4点、1コスト4点だっけ?なんだけど、ネガティブで入れ替えることを考えるとちょっと邪魔。2ターン目は動けないですね。これは飛ばしていきましょう。さあ、相手は、どうする?ビブラニウム鉱山にアーマーか。なるほど。で、最後のロケーションはニザベか。まあ、ニザベはね、最悪、アイアンマン出すっていう、手段もあるので、まあ、とりあえずアンジェラ置いときましょうか。相手はビブラニファンタスティック。ほー。なぜ真ん中じゃないんだ。これどうしようかな。ジュビリー出すか。ジュビリーでネガティブ引っ張ってきましょう。狙う。5枚だから、まあ5分の1で出る可能性はあるからね。さあ、来い。あー、サンスポか。はい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 、サンスポでしたね。これは微妙。ファンタスティックか。まあ一応真ん中ファンタスティック出しで行ってみましょうか。スコーピオンもか。これでどうだろう。ちょっと、なんとも言えないな、これは。ビブラニウム側にビブラニウム出してきた。ほい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 。こちらは、スコーピオンで攻撃力を下げていく。お、アイアンマン来る。ただね、これ、ニザベー、いやー、どうだ、これ。あれ、どうだろう、これ。真ん中アイアンマンよりは、ウルスベーンで3スポット強化する形でニザベは補強する方がいいような気もする。7点。7と3だから、まあ、10点アップ15点だよね。アイアンマン出した場合は、ここが4になるけど、8だから16点。あれ?そっちの方がいいのか。あ、違う。サンスポー強化できないから、これで行ってみていいんじゃないか?さあ、どうだろう。相手がどう来るか次第だが、真ん中勝てれば、お、ニザベにビブラー。アイアンマン、おっと、それはまずい。ちょっと待って、3点でしょ?引き分けか?引き分けた。ってことは16点。あー、やられてる。ん?やられてない。おー、危ねえ。そっか。一応2点あるんだ、ここ。ファンタスティックのおかげだね。今ね、16点だったら負けだって思ったんだけど、15点と2点だったから、逆に2点勝って、1点勝ってんのか。16対17だね。危なー。ギリギリ。オッケー、次行ってみよう。さあ、相手見つかる。お、いいね。
こういう感じでネガティブを4ターン目までに引っ張ってこれると完璧なんだが、ノバローンは良くないんだよね。なぜなら4ターン目までに引くカードが1枚でも多いと、ネガティブで裏返したいカードはね、こうやってアイアンマンとかジュビリーみたいに来ちゃうから。お、スーパーフロア悪くない。ただ早めにネガティブ引けないと意味なくなっちゃうけどね。あ、どっちがいいだろう。スコーピオンサンスポットにしようか。さあ、これで相手は、とりあえずノバローマに1枚。ただ、手札が5枚弱る。まあ1枚捨てるから関係ないと。廃棄だね。なるほど、なるほど。さあ、ラストのロケーションが何か。ビッグハウス警部署、456、出せないよと。これだったら、ちょっとこれはネガティブ引けない体でやった方がいいね。アンジェラ出して終了かな。あ、いや。いや、でもノバローマジュビリーは埋まるんだよな。ノバローマジュビリーは埋まるんだよな。まあ、アイアンハートで補強するって手はあるけど。いやー、微妙だな、これ。いや、ノバローマジュビリーで行ってみるか。さあ、引いてきたのはファンタスティック。なるほどね。真ん中出しにくいから、これはありかもしれん。ただ、9点はちょっと弱いっちゃ弱いよな。あ、ネガティブ来た。で、これね、まだ4ターン目なんだよね、一応。なので、まあ、今からネガティブ出すのもなくはない。ただ、スーパーフローに出さなきゃいけないから、ちょっと嫌だけどね、どうしようかな。出してみるか。アーニムとか残ってるからね。アイアンハート、アイアンマンは来ちゃってるけど、ネガティブ出しますか。はい。あと2ターンあるから、裏返ったカードを2枚は引ける。さあ、その間に何が引けるかだね。おっと、相手ボーン。そしてブレイド。ドラキュラを切り裂く。サンスポが1上がる。お、いいね、アーニム。ただ、ノバローマ埋まっちゃってんだけどね。まあでもシンプルに6点として出しても強いっちゃ強いか。これ3スポット動かして、3スポット動かして、あー、まあまあまあいいや、3スポット動かそう。その上で、うわー、いや、わかんない。アイアンハートかな。ちょっとこれでいってみよっか。アンジェラね、バー埋めちゃうのがね、ちょっと気になるから、3スポット2点上げに残りのコスター使いましょう。1枚しかコピーできないのは微妙だけど、アイアンハートで強化していく。ほい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 。さあ、アポカリプスがレディーシフで2回切り裂かれる。相手手札2枚か。さあ、ラスト。これどっちも、うわー、まあアイアンハートタイガーだよね。アイアンハートタイガーじゃない。アイアンマンタイガーだよね。どっち勝ちに行くかな。あ、でもビッグハウスにアイアンマン置けないのか。だからアイアンマン置きは確定で、5点7点か7点5点かどっちにするかだよね。ビッグハウスには相手もね、456出せないから、
ビッグハウスを、5点の方で、虎を真ん中に出した方が多分いい。これで行ってみよう。スナップだ。いけるでしょう。いけないかな。ノバローマだってまだ一応勝ってるからね。全部のロケーションを逆転はできないでしょう。私がアイアンマンです。そして、虎が真ん中に出る。アポカリプス出してきた。はい、それだったら残りのロケーションは、逆転できないっすね。ということで、勝利。オッケー。とりあえず31まで行く。で、スコーピオン育てていきましょう。アニメイト。さあ、ちょっとね、次からね、箱が変わるみたいなんで、それも気になってますが、やっていってみましょう。おっと、そうか、10戦終わったのか。これで、今までの場所の報酬がもらえますね。オッケー。そうか、もう一戦行くか。行ってみましょう。さあ、来い。相手見つかる。ネガティブが引けてないけど、一応ね、ハイコストのカードはデッキに眠ってるので、そこは悪くないね。さあ、あとは4ターン目までにネガティブが来てくれるかどうか。アトランティス、サンスポか。あ、これどうすっかな。真ん中サンスポっていうのもありだね。ただ、相手行動できてないから、スコーピオン先かな。ニザベに1体出してきた。こちらはスコーピオン。相手サンスポ。なるほど。おー、強くなるね。また出たスーパーフロー。なるほどね。あ、これどうしようかな。アンジェラ・ウルスベーン、いや、真ん中サンスポット出しで終了かもしれん。これでいこう。さあ、サンスポット出す。相手はエレクトロー。はい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 。おっと、さらにコスト上げてくる。で、8点9点いいね。お互いサンスポットが育っていく。ファンタスティックちょっと出しにくいな。これさ、サンスポット上げるだけ上げてアーニムじゃない？そんな気がする。あ、相手スーパーフロー封鎖してきた。あーっと、そうか、それはやられた。あー、なるほど、それはアーニムじゃないな、勝ち方。あれ？どうしよう。なんか急に不利になった。そうですか。5ターン目だもんね。今更ネガティブではないよな。うわー、これちょっとわかんなくなったな。どうしよう。ファンタスティックしたところでスーパーフロー返せないんだよね。うわあ。なるほどね。ちょっとスーパーフロー取りに来たのはうまかったな、相手。ああ、これどうしよう。ちょっと困るね。違うな、効果。これ両方勝たないといけないから。あ、マーベル。それは、まずいね。結構まずい気がする。ただ俺はサンスポット育ててアトランティスは取りに行く。こうやるしかないか。これで行きましょう。ちょっと待って、7点、30点になるね。30点になる。ただ、
真ん中勝てなかったらニザベにキャプテンマーベル飛んでくんだよね。でスーパーフロー取られてるからニザベ取られた時点で負けと思うと、負け格か。30点、あ違うな、こいつもアトランティスの強化がなくなるから6点か。11点が飛んでくるな。27だから相手の3スポットがどれぐらい育つかだな。これカードは手札5枚ある、出してくるのかどうなんだ、これわかんない。ただ見てもいい差な気がするんだがどうだろう、見ましょう。真ん中は21点。お、あーダイナソーいるんかい、それ勝てないぞ。あーやられた、飛んだ。そうだよね、そうだよね、マベちゃん飛ぶからね勝てないっすね。これはやられたわ。ファンタスティックを育てておきましょう。いやーそうか、スーパーフローにプロフェッサー X 出してくるタイミングがうまかったな。シャイニーロゴ、さあこれで何らかのブースターゲット、ショッカーブースター、そしてあと2点でシークレットコレクションっていうところまで行くので、まあ今回ちょっとレベル上げて終わりますか。まあお声でいいか。アニメイト。さあこれでなんかカード来い。おし、おー来たけど、これは持ってるやつじゃ、持ってるやつのイラスト違いですね。イエロージャケット、コスト0、パワー2、このロケーションにあるすべての自分のカードのパワーマイナス1する。新しいカードではない。そうか、そういう感じになってくるのか。そうだよね、イエロージャケットはもう持ってるやつの別バージョンですね。そっか、ちょっとこれ、あーそういう風になっちゃうんだ。そうなるとなんか新しいカード手に入りにくくなってる感じなんですかね。ウルトロンとか1000だったら買っといてもいいのか、これもしかして。そんな気もしてきたな。まあ、とりあえずね、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。